さあ原さん、はい、今日はですね、はい、ちょっと事前にツイッターで久々に質問募集をしまして、はい、まあ、いろんな質問来たんですけど、意外とあのペルーとか、あとあのシンキャラのアズセナちゃん、あとまあレイナとかもそうですけど、新キャラ関係とかペルーへの質問が意外と多くてですね、まあ、ちょうどねいろいろ発表した、もうこれ収録した時はその後なので、ペルーの関係者の方に、アズセナちゃんへの質問が多かったですみたいなことを僕がちょっと連絡をしたところ、喜んでいただき、なるほど、今日の見た目がこんな感じになってます。これがやってきたっていうあやさん、これちょっとあの開封式やってください。何ですかこれは。これどっからこれ。これ。こうカメラに入るこれ。うわうわ何これすごい。ペルーのこのコーヒー関係のものですね、これはね。はい、うわすごいね、なんかうわ。これも。この中入ってますよ。そうですそうです。それ多分ね、あのコーヒー豆入れるんじゃないですかね。巾着があって、あ、これは何でしょう、コースターなのかな。あの多分ですね、コーヒー入れた後に上に蓋みたいにして置くんじゃないですか。うん、あ、そういうこと？はい、あの冷めちゃうんで。あ、そういうことなのかな。うん、こうすごい、すっごい、こんな。めっちゃいっぱい入ってます、ね。これは何だろうね、そのペルーの現地でこう。市販されてる何かこういうお土産セットなのかな。だと思いますよ。もうペルーは一回行ったことあるんですけどね。うんうん、こんなのなかったな。マグカップ。ああ、なんかいい感じですね。いいなんかちょ向こうのね景色が。ああいい感じ。なんかマチュピチュとかじゃないですか。入ってて。いい。コーヒー is from ペルーって書いてます、ね。あ本当だ。そうだ、アズセナコーヒーのあのマグカップの感じとは全然違うけど、はい、これが本物なんだね。ああこれもそうですね、またちょっとバージョン違いの向こうの景色がいい、ね、ああでもなんかやっぱりそのド派手感はないですね。やっぱ何でしょう、コーヒーの飲みやすい形になってるし、コーヒーのこんな袋も意外とおしゃれ、うんうん、これ何、なんかめっちゃ大量にいろいろ入ってるけど大丈夫これ、え、これはなんだろう、カトラリーみたいな、すごいですねこれ。あ、なんか向こうの動物がね、うわ、うんうん、なそれはうわお皿、ああこれはあのコーヒーのあのギュッとね、ああはいはい、コーヒーを、あこれで、こう、落とすやつですね。これ、ここな、ここに。めっちゃ欲しいな。ここに、ほら。これを、こうでしょ。これ落としていって、こう、出して、こう、ここに継ぐ。なるほど。これも、おしゃれ。いいですね。おしゃれやな。コーヒーの。コーヒーのいい香りがします。あ、うわ、ちょっと待って、ちょっともう、あ、これはもう全部、いろんなコーヒーの種類ですわ。はい、種類違いですわ。いくつも入ってるんですね。いくつもいろんな味の、いろんなブレンドがこう、多分入ってるんですわ。ほらほら。あ、本当だ。ほら、もうこれも。え、なんて書いてあります？英語じゃないの。でもスペシャリティコーヒーって書いてますね。これおそらく、はい。こういう。あ、すごいですね。向こうのちゃんとね、国旗のマークはなんか認証をちゃんと受けてるやつみたいな。うん。なんかすごいな。こういうふうに。いろんな種類のが入ってますよ。まだ出てくるんですか？何ぼでも出てくる。こんな、これ、高そう。あ、これもなんかコーヒーもあるんですね、はあはあ。またちょっと全然種類違いますね。ハシップのマークが入ってるな。おー、すごいな、これ。へぇー。いやー。あ、これもまた、アマゾナスって書いてますよ、これ。おうおう、
これもコーヒー、もう引いてあるやつですね。いい匂いしてきた。めっちゃいい香りがする。もう明らかに現地のものですね。うんうんうん。これもう輸入輸出さえされてる形跡がない、このあのいろんなそのシールとか認証のマークもないやつなんで、これ完全現地のやつですね、これ。すごいなぁ。いや、だからいちいちね、この袋がね、全部おしゃれなんですよ。うん。柄が全部入ってて。これ、すっごいよ、これ、ほら。柄が全部入ってる。あ、ほんとだ。これね、かわいいな。もう皆さんご存知の通り、ペルーといえば、はいはい、意外とね、これね、ペルーってといえばってパッて言えない人多いんですよ。僕、周囲で調べたら。けど、これを言われると分かるっていうのが、ナスカの地上絵ですね。うんうんうん。ゼビウスのハチドリのね。あれですよ。だから、こういう雰囲気も、これも要はナスカの地上絵をちょっと、この P がこう、あえてナスカの地上絵風になってるんですけど、まあ、ナスカの地上絵といえばもうペルーみたいなね。これ日本人誰も知ってるでしょ、うん、まさにそういうところですね。これ、あ、なんかこれおしゃれですね。こういう。なんか、グーニーズみたいな。なんかもう、宝の地図みたいになってますけど。ほほほ。まあこれ全部コーヒーのことが書いてあるんでしょうね。コーヒーを、はい、このセットを楽しむための何か。なんかいろいろ書いてあるんですよね。いや、すごい。一つずつのその種類の。ああ、もう、あ、ここ、なぜか英語ですね、よく見たらね。Discover our specialty coffee ってもう書いてますね。なるほど、面白い。いいですね。これはすごいですね。なかなか貴重なものを。じゃあ、原さん、これせっかくなんで、はい、一個コーヒー入れますよ。あ、今入れちゃう？はい、入れましょうよ。どうしようか。なんか一つ選んでください。なんかね、これやっぱり興味、うん、興味深くない？これだって、これ明らかに、これだけね、異質なんですよ。他のは、なんか輸出用のいろんな、こう、なんだろう、こう、マークがいっぱい入ってるんですけど、これだけ明らかに、こう、なんだろう、現地ものみたいな感じでね、こう。ほう。それ全く読めないし。でも、ペルビアンコーヒー、もうここだけは読めますね。はいはい。はい、アマゾナスって書いてますから、これとかは結構いいんじゃないかな。ちょっと、せっかくなんで。やってみます？はい、やってみましょう。早速これで。はい。アズセナコーヒーを実際飲むっていう。コーヒーができました。できました。はい、なんと皆さん、アズセナアズセナのカップでございます。アズセナカップ、これあれですよ、日本の特装版と言われる、海外だといわれるコレクターズエディションとか鉄拳8のね、で買うとついてくるやつなんですよ、うん、でこれが、うん、これね、特装版、いわゆるそのコレクターズエディションっていうのがリージョンによって全然付属品がちょっと違うんですよ。で、大体、鉄拳ってやっぱりヨーロッパとアメリカにすごくいいアイテムがついてて、日本の人が羨ましがって欲しいって言うんだけど、今回これちょっと逆パターンで、これがあるのが日本だけなので、このカップが欲しいっていう人が、ね、今日本の特装版をどうやったら予約できるのか、日本語で予約できないからすごい困ってるみたいな人がたくさん出てるみたいですね。あのね、東京ゲームショウでね、うん、置いてありましたよね。ねえ。これ本当にゲームの中でね、出てくるんですよ。アズセナがこうやって持ってこうやってピンってやるんですけど。ちょっと飲んでみますね。いただきます。はい、ああ、いい香りですね。うん。美味しいね。ああ、ペルーの味します？ペルーの味なのかどうかまではこれブラインドテストだとわからないけど、でも美味しい。ああ、美味しいですね。うん、なんかすっごい香りが深いなこれ。ずっと残るね香り。結構そういう意味で言うと香りは強い方かもしれない。だからそういうちょっと
強めが好きな人はすごくいいと思う。あ、香りが好きな人は絶対いいと思う。いや、なんかコーヒー通の人にちょっと向いてる感じ。どうなんだろうね、うん、人によってはもうコーヒーって徹底的にアメリカン、どこ行ってもアメリカンでこう薄いのにしたがる人もいるし、あれは味、どっちかというと味が薄いというかなんだけど、逆にフランスとかだと普通にコーヒーって言っちゃうと、いわゆる日本でいうとこのエスプレッソが出てきちゃうので、エスプレッソイコールコーヒーになってる国民性みたいなところもあるし、全然違うじゃないですか、こういう捉え方、うん、だから何をもってこう好みが分かれてるかちょっと分からないけども、これどっちかっていうと、なんだろうな、アメリカンコーヒーの例えば薄さにしても香りだけはかなり強く残るみたいなタイプのコーヒーですね。そういう意味ではちょっと珍しいかも。いいな、僕コーヒー好きだからめっちゃ興味ある。うん、いやこれはいいですよ、これは。なんか まさにちょっと気分変えたい人にはいいんじゃないかな。うんうん、これね、ここだけじゃなくて、ここにも外せなカップのこういう柄入ってる、よく見たらちゃんと裏側のここら辺も全部入ってるんですよ。皆さんね、こう鉄拳8のね、特装版コレクターズエディション、日本で頼むところがついてきますんで。原さん、こんにちは。鉄拳8の新キャラ、アズセナが発表された日、家族でお祝いのパーティーをするぐらい嬉しかったペルー在住の鉄拳プレイヤーです。それはペルー在住の日本人ではなくて、ペルーの方なんだよね。そうです、ペルー国籍の。略しましたから。はいはいはい、日本語に訳したわけですね。訳しましたから。早速質問ですが、今回なぜペルーから新キャラを登場させたのですか、教えてください。あんまり理由はいろんなところで言ってない気がするな。ね、いや、うん、南米は割と鉄拳プレイヤーはこう根強いファンが多いんですよ、昔から。で、まあもちろん人口的にはね、そのブラジルとかすごく大きくなってるんだけども、ペルーはいわゆるこう世界でも屈指のこう三島使いがなぜかたくさんいる国なんですよ。使用率とか見てもなぜか南米の中で急にこうやっぱりどこの国にいてもキングとか、特に メキシコとかさ、同じ中米南米でもこうやっぱりキングとかはすごい南米中米でも人気なんだけど、ペルーだけ急にこう三島系がわっと高いんですよ、人気が。で、大会のとかでもすごい強い三島プレイヤーとかもいて、で割とこう完全に東京とか日本の裏側というかね、我々からするとの国でなぜか三島大国ができていて、で結構こう根強い鉄拳コミュニティがいっぱいある。あ、もちろん南米にどの国にもあるんだけども、やっぱそこでもっとこう皆さん盛り上がってもらうためにはってことで、まあ本当だったら南米の全部の国ねのキャラ出したいんだけど、まあ、なかなかいっぺんには作れないので、まあ僕は一回ちゃんとペルーにも行って、それなりに勉強したつもりで、そこからちょっと時間かけていろいろある程度勉強して、さらにして、まあ一帯の方々盛り上がってくれるといいなっていうので、ペルーをちょっとペルキャラ出そうと。今までもうずっとブラジルばっかりだったかね、南米系のキャラというと。なんで、でちょっと今回も最初からやるぞってことで入れました。なるほど。じゃあこのアズセナが発表された時、家族でお祝いのパーティーをするぐらい喜びましたっていうのはもう、よかったよかったじゃないですか。そうじゃない、直接的な反応すごい見たいんですよ、開発チームとしても。ああああ、で今回結構それが見れていなくて、どんな感じで喜んでくれた、いやもちろんツイッターとか SNS でこう言葉上ですごいみんなが喜んでくれてるのはあるんだけど、現地のねイベントとかで発表したわけじゃないし、
どれぐらいの喜び方してくれてるのかっていうのはちょっと映像的にはわからないっていうのがあるので本当は見たいんですけどね、うん、でもなんか喜んでくれてるっていうのは伝わってはきてますけど、うんはい、まあそれこそあの日本国内のペルーの、うんまあ、在日ペルーの関係者の方々とかも、うん、ヤフーニュースでアズセナが出るんだっていうことに気づいたぐらいですからね。そうなんですよね。これがだから社員とかの中東でやった時には中東4カ国で長官に乗ってた。見ましたね。そう。でっかいやつですよね。もうあの俺もびっくりしたんだけど、なんかカタール新聞とかサウジアラビア新聞みたいな国を代表する新聞に朝起きて新聞を読んでたら原さんが乗ってるんだけどってみんな送ってきてくれて、俺もびっくりして、そんなことあるんだと思ったんだけど、まあフィリピンの時は女子とかは、うん、テレビのニュースで流れて 夜7時のテレビのニュースで普通に ABC 放送から流されててみたいなことがあったの で、じゃあペルーはどうだったのかっていうと、ちょっとそういう映像とかあの特に我々ちょっと忙しくて全部追い切れてなかったので、ちょっとね反応がどれぐらいかってまだしっかり分かってないんですけど、原さんペルーに行ったことありますか？ペルーのイメージってどんな感じですか？ああのだから行ったんですよ、うんうん、そのもうまさに6年前かな、うん、に行って、ペルーのイメージってね、さっきもちょっと触れたように日本人からするといわゆるあマチュピチュ遺跡もそうだよね。で遺跡と一番日本で有名なのはナスカの地上絵なんですよ、うんうん、ナスカみたいなイメージがあって、で日本でなんであんなに有名になったかっていうのは、まあ、そもそもあれまさに月刊ムーとか、はい、ああいうものだったり、はい、まあもうナスカ地上絵自体日本でというか世界的に知らない人はいないじゃないですか。でナスカイコールペルーになってるかどうかちょっと人によると思うんだけど、ちゃんと知ってる人はまあペルーにあるよって知ってて、で俺はもちろん知ってるのと、あとはナムコが意外とその、うん、ゼビウスの時に地上絵を使ったんですよね。であれはかなりあのサブカルチャーの世界では有名で、あそこから知った小学生とかすっごいこの世代多いんですよ実は、うん、だからゼビウス結構偉大でなんかハチドリの先っぽにこう打ち続けるとこうソルが出るらしいとかいろいろね、いろんな噂があったりとか、あれは相当広めたんです実は。だからゲームから知った人が割と多くて、でナスカの地上ってともすれば別にゼビウス以外でもいろんなモチーフとしてゲームとかでも使われてて、そこのイメージはやっぱ大きかったですね、うんうん、だから本当はそういうとこ回りたかったです俺、うん、で行ったのはねリマっていういわゆる首都ですよ ね、はいはい、だったんで皆さんどんなイメージ、ペルーにね行ったことない人は世界中の人はどういうイメージを持ってるか分かんないですけど、まあ綺麗な普通と思われる近代的な街なわけですよ首都はやっぱり、うんうん、でまあ結構大聖堂とかまあそれでも5、600年前の建物とかまだ首都にも結構立派な教会とかあるんだけど、本当はもっともっと古いこう田舎行くとペルーでももうとんでもない、ね、遺跡の跡っていっぱいあるので。本当はそこ見たかったんですけどね、うん、そこは見れなかったですね、うんうん、ただ我々多くの日本人のイメージはやっぱりナスカの地上絵とか、うん、遺跡のイメージっていうのが一番大きいんじゃないかな、うんうんうん、あと今日飾ってありますけど、うん、アルパカちゃんね。そうそう、アルパカは好きな人多いんですよ。これ日本テレビの CM とかによく出てくるんですよ。これ子供がみんな好きっていうのもあって、なぜか日本ではアルパカをもこうキャラクター扱いになってますね、うん、でこれがいわゆるペルーとイコールでちゃんと覚えてる人っていうのはどれぐらいいるか分からないんですけど、分かってる人はみんな分かってると思うね、うんうん、アルパカだからゲームにも絶対出そうって言って、はいはい、出してますから。じゃあすごいシンプルな質問来てます。何でしょう。アズセナの誕生秘話を教えてください。誕生秘話、はい、実は結構キャラ作りは難航したんですよ、はい、その
女性キャラで行こうってことは決めてたんだけども、問題はファイティングスタイル、ファイトスタイルと、あとそのキャラクターの個性付けをどうしようかみたいな、性格付けをどうしようかみたいなところは相当困ってましたね。で、なんかインカ式ボクシングみたいなのがあるんですよ。ほう。ちょっと普通のボクシングとは少し変わっ、ちょっとだけ違うんで、まあでもね、一般的にはちょっと分かりにくいし、見分けもつくにくいし、で、どうしようかっていうので、相当ファイトスタイルは揉めて、まあ、まずこのキャラの性格付けから始めようみたいなところに入りましたね。で、それで、まあ僕はね、心理学とかも結構やってたんで、これは国民性みたいなのって割とその心理学の領域でいろいろ研究されてるんですよ。例えばスウェーデン人の気質が日本人とちょっと通ずるとこあるとか、なんかそういろいろ説があるんですよ。で、ステレオタイプに収めるわけじゃないんだけど、やっぱりその国民の性みたいなのあるじゃないですか。で、なんかペルーの、これわかんないですよ。その人にもよるんでしょうけど、結構、こう底抜けに明るいというか、割と楽観主義の人がすごく多いみたいなのは、まあ、そんなことないんでしょうけどね、みんながみんな。なんか、割とそういう説は、その、あるんですよ。民族学的にも心理学的にも、そういう説はあって、そっから、アズセナを、じゃあ、もう究極の楽観主義というか、戦いを楽しんでる、もう何をやるのもこう技術を磨くというよりかは自分が踊るように、本能的に動くとああいうふうな動きになっちゃう、できちゃうみたいな、まあ、ある意味ちょっと天才肌的かつ楽観主義みたいなことを設定して、これちょっとまだひねりが足んねえなと、なんかもうちょっと個性出ないかなっていうので、どん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 こう、ちょっと、この子のモチベーションを普通じゃない設定にしたい。で、なぜかコーヒーに命をかけてるみたいなとか。で、ペルーってやっぱみんなですごい勉強して調べて、結構このペルビアンコーヒー、ペルーコーヒーっていうのは割と名産らしいというので、じゃあもうそこ紐付けちゃって、思いっきりそういうキャラにしちゃおうみたいな感じでできていったって感じですね。だから面白い、意外とキャラの性格付けから入った珍しいキャラ、普通はファイトスタイルとかから入っていくんだけども、割とこうキャラクターの個性付けから入ったキャラですね。なるほど。だからなんかちょっと鉄拳にしたらなんか影がないというか、妙に明るいキャラだと思うんですけど、うん、そうですね、うん、そうなんですよ、裏表が一切ない、うんうんうん、はい、じゃあ次行きましょう。新キャラアズセナのコスプレが似合いそうなコスプレイヤーさんはいますか？あー、いや難しい、ね、僕でもアズセナのあのそれこそトレーラー見た時に、うん、うちの番組よく来てますけど、はいはい、シオンさんできんじゃないと思いますけどね。まあ、シオンさん基本的にゲームキャラやりやすい感じなんじゃないのかな。多分あの顔も結構目鼻立ちとかが似てて、うんうん、確かにね。そう、うん、アズセナは意外とでも難しいね、うん、衣装もなんかちょっと、うん、ド派手というか、うん、普通じゃない。普通じゃないよね。パッツンパッツンだし、うん、そう体のラインすごい出ちゃうし、ね、大変だと思うあれ、うん、なんかペルーの現地の人でコスプレする人現れてほしいですけどね、はいはい、だからぜひしたら写真とか送ってほしいなっていうのはありますけどね、うんうんうん。Ha ha ha.